朝ドラ「半分青いあらすじ予告」第136話「春の手術知らされるスズメ9月6日目放送分危機物語聡太からの電話で、スズメは、春が病気で手術を受けることを知りました聡太の話では、手術すれば治るというが、それでも落ち着かないスズメは、 春に電話をかけ、互いに気丈に振る舞って話します。春は、落ち着いて話をしますが、いつもと違って、今一つ元気がありません。立江正人に再会した話をすると、どちらか結婚してくれないかね、という春は、いつものような元気な春で、鈴メはほっとしますが、本当は心配でたまりません。週末、鈴芽が春を見舞うため、 実家に帰ることとなりましたすずめのいない間律がカノの世話を任されることになり正人と共にカノをすずめの働いている廃校になったシェアオフィスのフリーマーケットに連れて行きましたそこで律は大学時代の宇佐川研究室の先輩南村と偶然出会うのでした